いらっしゃいませ。山月移住者の日記のもじゃまるです。今日は、はいはい、登山に行く前に、うん、どうやって登山計画とかを立てているかっていうところについて、はいはい、うん、ちょっとコアなとこなんですけども、お話ししてみたいと思います。はい、まあ、でもね、今までこそ慣れてきたんですけど、うん、それこそ登山始めた時って、うん、その山行く前にじゃあどうやって山探してんのかとか、うん、どんなことにね、あの気をつけて計画を立てればいいのかとか、うん、全くそういうのもこう分からなかったんで、うん、この動画がね、誰かの役に立てばいいなと思って、撮ってみようと思います。まずですね、はいはい、行きたい山をどうやって探すかなんですけど、うんうん、それね、意外とこう始めたての時って、うん、いや山なんて無数にあるわけで、どれが登れる山なんかもわからんし、そう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 、どんなとこかとか自分のレベルにどれがあってるかとか、うんうんうん、そんなんもわからなかったんですよね。はい、うん、なので、うん、一番、はい、メジャーというかよくやるやり方としては、うん、やっぱり雑誌とか本とか、そうですよね、紙媒体の情報で、うんうん、こう何にもない状態からいろいろな情報に、はい、何もわかんないと、うん、検索とかもできないじゃないですか。そもそもそのね、わからないもんね、どのエリアの山が優しいのかなとか、うん、そういうのもわからないので、はいはいはい、まずはこういう、うん、まあ、ピークスとか、うん、学人ランドネとか、こういうふうに、まあ、月単位で出てる雑誌もありますし、はい、でこういう月単位の雑誌がいいのは、はい、その時、うん、8月号だったら夏とから秋にかけておすすめの山とかが大体特集されてるので、そうやな、うん、そういう今、うん、旬な山っていうのは分かりやすいということですね、うんうんうん、なんかまあ洋服のなんか流行りの雑誌とかで次どんなん来るんやろうみたいな感じで、うんうんうん、あの秋はどんな山がいいだろうとかね、うんうん、あのそういう感覚で見れるってことですよね。そうそうそう、うんうんうん、で情報自体もどんどん更新されていくので雑誌だと、はいはいはい、で交通アクセスの情報とかも、うん、最新のものが今年はここでバス動いてるよとか、小屋やってるよ、テントは予約だよとか、そんなことも見れるかなと、はいはい、最近だと、うん、この雑誌とか本以外にも、はい、アプリがすごく便利でして、うんうん、ヤマップっていうアプリがあるんですけども、はい、うんうん、このアプリだと、うん、自分が住んでる、例えばじゃあ静岡のエリアの山に行こうかな、うん、伊豆の山行こうと思ったら、はいはい、地図をちょっと伊豆のところをアップして、はい、で下にメニューがあるんですけど、うん、初心者向けって押すと、うん、こうやって、うん、山がわーっと写真付きで出てくるんですよ。カタログみたいになってるな、これ。そうなんです。はいはいはい。で、他にもじゃあ、うんうん、今回は電車で行こうってなった時に、電車バスで行けるって押すと、また別のやつが出てきて。そのエリアのとこだよな。そうなんです。うんうんうん、で、その例えば富士山って押してみると、うん、地図を見るとか、うんうん、写真がまた出てきたりとか、はいはいはい。するので、そこでさらに詳細を詳しく見たりとか、うん、なるほどね。することができます。まあ、最近だとここに加えて、うん、あのまあ YouTube とかね、そうね、あのまあ Instagram とかでも結構山探されてる人いると思うんですけど、うん、まあ、そういう風にこう綺麗な景色 Instagram に上がってました、うん、ここ行きたいなで調べたりとか、まあ、YouTube だったらそのいつも見てる方が行ってるような、うん、あこの方伊豆の山行ってるやんみたいな、で、うん、あこれ伊豆行ってみたいとかね、あのそういう選択肢も最近はあるかなと思います。じゃあ次はですね、はい、行きたい山が決まったらどうするかなんですけども、うん、そうですね、まず私たちが先にやるのは、はい、天気の確認ですね、はいはい、やっぱり晴れの時の山に行きたいですから、うん、天気を確認するんですけど、うん、ネットで天気をよく見ていて、はい、検索で、ま、何々山天気とか調べると、うん、いろんなサイトで確認することができて、 そうだね、それらを比較してっていうのもやるんですけど、うんうん、最近すごく、はい、ま、信頼して使ってるのが、はい、ウィンディっていう無料のアプリでして、うん、はい、赤いねアイコンに風みたいなマークがついてるんですけど、はいはいはい、でこれがいいのは、うん、全国的な、うん、こうどこが晴れるか、全国のエリアの中でどこが晴れるかっていうのも一目でわかるし、うんうんうん、ピンポイントで細かい天気っていうのすごい見やすいんですよ。なるほどね。まずですけど、うん、ちょっと今これ全国の天気を、ね、日本地図が出てますね、今見てみると、うん、こう風を見るとかもできるし、ほうほうほう、どこのエリア風が強いかなっていうのも見ることもできるし、うん、雨とかの、うん、まあ、雲の動きですねっていうのを見ることができて、うんうんうん、こうやって下の地
時間、うん、何曜日何曜日って動かしていくと雲と雨がどんだけどのエリアで強いかっていうのがもうどう動いていくかとかも見えるってわけね。そうそうそう、うん、一目瞭然で分かるんですよ。これのいいところはその色分けで例えば雨の強さとか風の強さってもう視覚的にめちゃくちゃ分かりやすいんですよね。そうなんですよ、うん、だからもうここのエリアめちゃくちゃ風強いけどこっちのエリア行ったら無風じゃんとか一目で分かるって感じなんですよね。そうなんです、うん、なので、まあ、これを元にして、うん、はい、あ、じゃあ今回は静岡の予定だったけどやっぱりちょっと山梨ぐらいまで足伸ばそうかとか。なるほどなるほど。そういうの決めたりして、はいはい、で例えば、うん、静岡の中で天城山に行こうかなってすると天城山って検索できるわけ、はい、ピンポイントで、うん、調べることができて、でピンポイントにすると、はい、本当に細かく曜日の中で何時から何時って3時間おきの、うん、あの雲の動きとか天気の移り変わりっていうのを表示してくれるので、はい、うん、例えば、まあ、朝早くだったら行けそうとか、はい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 、そういう時間のことまで分かるっていうのがこれはねめちゃくちゃありがたいんですよね、うんうんうん、結構あの天気アプリってやっぱりその、うん、3駅ごとに検索してあーここ雨だったなとか言って、うんうんうん、で次ちょっと場所変えてみようか、で例えば北アルプス調べてたけど南アルプス調べてみようかそういうことやらなきゃいけなかったんですけど、もうこうやって視覚的にね一気にこう見れると、うん、もうやりやすいというかね。そうそうそう、うん、だから最近は、うん、その前までだって自分の頭に思い浮かぶ山しか調べられなかったんですけど、あ、はい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 、これだったら、うん、市町村で調べられるから。なるほどね。御殿場めっちゃ晴れてるやん、ここだけピンポイントでみたいになったら、はいはい、御殿場登山とかで調べて、うんうん、自分が知らなかった山に出会えたりとか。なるほどね。そういうのもあります、うん、で、まあ、天気で大丈夫だ、うん、ここはってなったら、はい、次必ずやるのが私たちは上地図の方で、うん、山と高原地図ですね。はいはいはい。で登山計画を細かく立てるっていうのをやります、はい、うん、はい、まあ、ね、これはあれですよね、あのその山域に特化した地図で、うん、まあ、各その山域の詳細をこう載せてくれているんですけど、そうだね、例えばそのポイントからポイントまで、うん、何時間行きは何時間、下りは何時間とか、うんうん、そういう風に細かい記載があったり、うん、バス停のあの位置とか、うんうん、トイレのこととか水場のこと、あとはそのルート上の注意点ですね、うん、例えばこれ北海道の地図なんですけど、クマ情報とか、そうだね、クマ多発とかね、うんうんうん、いやちょっと恐ろしいんですけど、まあ、そういうのはやっぱ知らないと準備ができないので、そうだね、うん、こんなを使うと。そうです。で、うん、まあもう行く山は決まっててもどのルートで行こうかっていう時に、はいはい、うん、これで見ると、うん、そのルートがもういっぺんに見れるので、はいはい、あ、じゃあこっちは結構沢沿いで川渡ったりして難しそうだから、うんうん、こっちの短い時間で樹林帯で行けそうな方から行こうかとか、うん、はい、そういうことがパッと分かるっていうのがね。そうですね。で、はい、だいたいじゃあこのルートで行こうかっていうのが決まったら、うん、はい、次は、うん、休憩とか、はい、どこで泊まってどういう、まあ、往復したらどのぐらいの時間がかかるかっていうのを計算していくんですけども、うんうん、はいはい、その時には次はヤマップのアプリをまた使います、うん、はい、はい、まあ、今回はこの、まあ、例えばなんですけど、うん、たまたまね、また次行く山がこのリシーラオスの方なのでもうここでね登山計画をしちゃおうということで、はい、実際もこの動画撮りながら、はい、やってみたいと思います。ヤマップで計画立てる前に紙地図でルートのざっくりとした、計画を立てます。はい。でその際に、ま、注意点をまず見ていくんですけど、例えばこれですね、滑落事故防止のため旧道は下山しないことって書いてるので、じゃあこの道、この旧道コースっていうのは下山には使えないなとか、そういうのは見ておきます。今回はシャリだけで計画を立てていきたいと思います。はい、はい、じゃあさっきのヤマップのアプリ開いて、はい、うん、で、ホームの右隣にある探すっていうところでやって、はい、シャリだけ、はい、シャリだけ検索すると、はい、はい、出てきました。このシャリだけをタッチして、うん、地図を見ます。ヤマップ無料会員だと地図が1枚しかダウンロードできないので、はい、月にってことだよね。そうですね、うん、なんでたくさん山行きたいとか、うん、こう行きたい山がたくさんあってこう地図見るの好きだなとかいう方は、はい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 、まあ、有料会員になっていろんな地図ダウンロードして、うん、しておいて、うん、あ、ここが
天気が無理だったらこっちにしようとかね、そうだね、いろいろ計画立てれると楽しいかなと思います、うん、はい、じゃあ地図が表示されたので、はい、ここで、ダウンロードしなくても計画は立てれたかなと思うんですけども、うんうんうん、ダウンロードしておくと、はい、山マップを使って実際に歩くときにオフラインのモードでもちゃんと地図が表示されるので、うん、はい、まあ、山って結構電波ね通じないことが多いんですよね、うん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 、なので、まあ、このタイミングで忘れずにダウンロードしておいてほしいなと思います。はい、はい、お、Wi-Fi 強いぞ、頑張れ頑張れ、うちの Wi-Fi 環境どんな漏れじゃん。あ、いい感じいい感じ、よし、じゃあダウンロードした地図を見ます。はい、トップでさっきダウンロードした地図がポンと今開いてる状態なんですけども、はい、で、この状態から、うん、キャンセルっていうのの左横にある、はい、歯車みたいなマークを押すと、うんうん、いろんなメニューが出てきます、はい、で、そのうちの一つに登山計画というメニューがあって、はい、でそこの登山計画を新規作成というところをタッチします。はい、でそうすると、うん、スタート地点を選択してくださいっていう風にね、まあ、指示が出してくれるので、はいはい、その登山口、うん、青岳荘という登山口を探します。はい、で、まあ、駐車場にね車を止めてスタートする予定なので、うん、駐車場の P っていうところですね、タッチするとここをスタート地点に設定っていうのが出てくるので、はい、これをまたタッチします。はい、でそうするともうこっから自動計算で、うん、ルート上をペンペンってねタッチしていくと、はい、自動であの時間を計算してくれるようになるんですけ ど、 なるほど、だからこの道行きたいっていう方をタッチしていけばいいってことだよね。そうそうそう、うん、でこの時に、うん、まずやってほしいのが、はいはい、また下の歯車の横、左下ですね、左下の、はい、でコースタイム倍率っていうのが小さく書いてあるんですけど、うん、これをね設定しておくと、うん、時間の計算がこうゆっくりめに行く人とか、うんうん、結構早く、まあ、トレラーみたいな感じで行く人とか、うんうん、そういうのがあの設定できるので、はいはい、なんでコースタイム倍率はちなみに私たちはいつも1倍でやってます。これ押してみるとこんな感じで、はい、1.2 とか 1.4 とか、まあ、ちょっとゆっくりめに歩きたいなっていう方とかは 1.2 とかにしてとかで計画が立てれるってことですね。はい、はい、で私たちはこの1.0 でやってます。はい、はい、で、さっきのところに戻りまして、うん、駐車場からスタートしたので、はい、まず分岐のところまで動かしてこの白いまん丸をタッチすると、はい、工程に追加っていう風に押せるので、うんうんうん、これをまあ道順に繰り返してやっていきます。で、まあ、この大和高原地図にはもっと詳細に例えば旧道コースはこっちとか、うん、ここに滝が見えるよみたいなのが記載されてるんですけど、うん、それは大和にはもう出てないんで、そうだね、これこの高原地図と大和の地図をこう見比べながら、うん、こっち行きたいなと押していくといいですよね。そうです、うん、で、また次の丸まで行って、はい、追加して、うん、で山頂までタッチして追加すると、はい、これで行きの上りのコースタイムが、うん、この下の方ですね、デイ1の右横に3時間47分と出てて、はい、上りは3時間47分で行っちゃえるよと。そうだね、はい、でそのすぐ下に距離 4.4キロ、うんうんうん、上りが924メートルで、うん、下りが69メートルありますよ、はいはいはい、のまでわかります、うん、なので、あ、自分が今まで歩いたのが何キロぐらいまでは歩いたことあるから、うん、あ、これぐらいなら大丈夫かなとか、そうだな、うん、そういうのの基準にすることもできます。はい、で日帰りの場合は、まあ、ここでもそのまま、うん、戻っていって、うん、帰りのルートをポチポチやっていくんですけども、はいはい、もしこれが、まあ、泊まりだったらの場合をちょっとやってみようと思うんですけど、うん、はい、このシャリだけってこの、下のコースタイムが書いてあるところの表示の、うん、右にゴミ箱マークとちょんちょんちょんがあるんですけど、はい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 、このちょんちょんちょんがメニューになってるので、ここタッチすると、うん、ここを宿泊地にするっていうのが出てきます、はい、でこれを押すと勝手にパッと2日目の行程に移行してくれるので、うん、なるほどなるほど、はい、そこから下山ルートたどっていけば、うん、あ、下山は2日目に何時間なんだよっていうのがよくわかります。はい、はい、で今回はちょっと日帰りなんで、うん、このここでの宿泊をやめるでちょっと戻して、じゃあ下山の道を計画していきます。はい、うん、はい、途中の馬の背まで戻って、うん、
で分岐まで戻ったらこっから、はい、振動コースですね。そう、うん、そっちに行きたいんですけども、弓道コースがね、こっちの大和高原地図だと、滑落防止事故のために下山しないことって書いてるので、うん、振動でおります。はい、はい、でこの時にこの中間中間にある点をタッチしてももちろんいいんですけど、うんうん、こうやって点から点の間にこう2つ道がついているようなところっていうのは、はい、うん、道そのものをこうタッチしてあげるとどっちの道を進みたいよっていうのがよくわかるので。なるほどね。はい、なんで今回は振動に行きたいので、うん、振動コースの線の上をねピタッとタッチすると、はい、そっちに進むことができます。なるほどなるほど。はい、でまた分岐まで戻ってきたので、うん、そこからは最後駐車場まで戻って、で一番下の保存っていうのをね、はい、押しておくと、うん、これでこのま時間とか距離標高っていうことの計画ができました、うん、往復で6時間54分ですね。そうですね。で距離が 9.7 キロでとかそういうことが分かると。はい、はい、で、はい、登山計画を立てたら、うん、そのまま実は登山届けっていうのを提出できるんですよ、うんうん、いやマップ上でってことやね。はい、これ今まではだからまあ、昔のスタンダードをね、うん、登山口まで行って、うんうんうん、紙があるんで、紙とポストがあるんで、うんうんうん、そこにこう書いて、はい、出してたんですよね、うん、とかまあメールで山岳警備隊にこう提出したりとかこうしてたんですけど、はい、山ップでできると。そうなんですよ、はい、で、なのでまあ日にちとか、うん、何日から行くよとかね、はいはいはい、何人で行くよとか、うんうん、あとは、登山保険に加入してますか、うん、加入してませんかとか、はいはいはい、まあ、いろんなことを、うん、表示して、はい、計画を中で立てられるようになってるん で、うん、で全部立てたらこの山っぷり登山計画を提出するっていう、はい、あちょっと未入力があるってね、これ書いてあるんですけどもはい、はい、そういう風にすると、うん、まあ、登山計画出してから行けるので、うん、直前でいろいろこう あれなんだったっけこれなんだったっけとか、うん、忘れることがないかなと思います。そうですね、まあ、登山届けっていうのはこう出しておかないと、もし何かあった時に、うん、捜索行くその時間が、ね、すごいかかってしまったりとか、うん、まあ、情報がなさすぎると何かあった時のその対処ができなくなるので、うん、まあ、これはもう必ず出しておくっていうのが、まあ、基本といえばね、そうですね、基本ですよね。はい、うん、これを、はい、ちなみに保存、登山計画自体を保存して、右上の保存ですね、はい、はい、保存しておくと、うん、これが、画面全体の一番下に、はい、まあ、ホーム、探す、登るってあるんですけど、うんうん、登るっていうところに自分が立てた、今まで立てた登山計画が保存されてるので、はい、その中からまた改めて見たいなっていう時はこの登山計画を見る、うん、見ることが。なるほどね、はい、例えば友達にこうシェアすることもできたりするので。そうですね、このなんか矢印、はい、一番上のねこの矢印マークをしてもらうと、うん、LINE で送ったりとか、はい、まあ、こんな計画で予定してるんだけどって送って、みんなでいやいやここはもうちょっと厳しいですよみたいなんでじゃあちょっと変えますねとかねうん、うん、そんなこともまあできちゃうと、はい、いうことですよね、はい、じゃあ計画はもうこんな感じでやりますっていうのが分かったと思うんですけども、うん、これじゃあ現地に実際着きましたと言った時、はい、じゃあどうするのかっていうのもあるんですけど。そうですね、はい、まあ、歩き出す時に、うん、地図はね改めて見て、まあ、自分がどれぐらいの時間歩いたらどこで休憩しようっていうのは見といた方がもちろんいいんですけど、うんうん、ヤマップを起動させるっていうのが結構大事になります。はいはい、登山中ヤマップを見返すか見返さないか、うん、まあその人のスタイルだと思うんですけど、うんうん、見返さなかったとしても、うん、起動させてるっていうことで、うん、万一、うん、まあ、怪我して一人で行って動けなくなったとか、うん、遭難したっていう時にその人が今どこにいるかっていう位置情報が起動されてさえいれば、うん、ヤマップの方で探ることができるので、うーん、まあ、GPS みたいなもんだね。だからそうね、うん、はい、なので、うん、起動は必ずしてほしいんですけども。そうだね、まあ、もし怪我とかねしてね、そのじゃあ救助行きますって時に、うん、まずどこにいるんだっていうとこから始まっちゃうと、そう、ね、どんどん時間が経っちゃうから、うんうんうん、まあ、起動してると、あ、この人ここにいますってこうすぐ分かるってことですね。そうなんです、うん、で、はい、起動の仕方なんですけども、うん、先ほど立てた登山計画のところを開いて、うん、で地図を見る、このシャリだけの地図を見るっていうのをタッチすると、はい、
前に計画したやつがそのままこうルート上に、あー色変わってね、はい、うんうん、黄色くちょっと太くなって分かるようになってるので、はいはいはい、これの状態で活動を開始っていう風にすると、うん、まあ、この登山ルート上を自分が実際に歩いた線っていうのがこの地図上で描かれるので、はい、まあ、何時間歩いてるよとか、うん、何キロ今歩いてるよとかいうのが逐一見れるようになってます。はいはい、これはあのその現地に行くと自分の位置っていうのもこう地図上に表示されるようになってるんですよね、うんうんうん、今僕らあの伊豆から撮影してるんであの全然あの伊豆にいるんですけど、ね、はい、この自分の位置っていうのがこのなんだろう方角マークみたいので出るんですけど、まあもうもちろんここにいますっていうのでトンチンカンな感じになってるんですどこで計画開始してるんで、まあこれで始めることができます。なるほど。で、はい、この、うん、登山計画上で歩いていく時なんですけども、うん、はいはい、万一道外れた時に、うん、道外れてるかって気づけない場合もあると思うんですよ。まあ夢中になってるとね結構ぐんぐん行っちゃったりするよね。そうですね。あともう、うん、獣道がみんな同じように迷いすぎて、うん、道みたいになってるみたいな踏み跡できちゃってるみたいなね。そうなんですよ、はいはい、そういうこともたまにあるので、うん、でそういう時のために、うん、この、行動の画面のとスタート行動をスタートする画面のところで、うん、また一番左下の歯車マークを押してあげると、うん、いろんなメニュー出てきまして、うん、この中に、うん、上から4番目ルート外れ警告っていうのがあるんですよ、はいはい、うん、でこれをタッチすると、うん、このルート外れ警告を、ま、オフにするか、うん、オンにするかっていうのを選べまして、その警告してほしいなっていう人は、うん、これをオンにしておいて、うん、でなおかつ自分が登山道上だったらいいよっていう風に設定するのか、はい、と計画をね今せっかく立ててるので分岐で間違ったら嫌だなとかいう方は、うんうん、登山計画っていう方をタッチして選択しておく、うん、であとは、ま、ちょっとね私たちの例とかで言うとあの展望広場とか、はい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 、計画には入れてなかったけど、うん、え、ここめっちゃ景色良さそうだから寄ってくっていうことがよくあるんですよ。ちょっと道草ねするパターンもやっぱたまにあるじゃないですか。そうそうそう、うん、そういう時にあの外れた距離 20m ぐらいで毎回もうベー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 とかなんかなられたらな、違います違います違いますみたいな、ずっともう行き続ける限り警告されるんで、あうるさいうるさいってなっちゃうので、まあ、こういうの60、うん、もう一番ね最長の60にしとくとか、うんうんうん、まあ、こういう距離のこういう設定もできるので、はいはい、これをあの設定しておくと、うん、歩き始めた時になんかナビみたいなもんですよね。まあそうだね、うん、車のあのナビみたいな感じで、うん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 、じゃああなた外れてますよ、あのそこを右折してもう一回左に戻って戻ってくださいみたいな言われるじゃないですかそうだね、それをだから実際山でもやってくれるという、そうそうそう、ことですよね。うん、なのでまああらかじめ計画をした上で、はい、これもやっておくと、まあ、こう二重で確認というかチェックしてくれてるので、うん、安心かなと思います。そうやな、はい、はい、というわけで、うん、まあ、登山に行くことを計画するところから、はい、実際にまあ歩き始めるまでの準備みたいなことをね今日はお話しさせていただきまして、うん、で結構ねあの山アップ、うん、ダウンロードしたはいいけど使ってませんとか、うんうん、すごくねなんていうか頼れる機能がたくさんありますので、そうだね、あの 100% これに頼るっていうのはちょっと危ないと思うんですよ、うん、はいはい、毎日電池が切れた時とか、うんうん、いろんなリスクが考えられるので、うん、なので紙地図は、まあ、読めるようになってほしいし、そうだね、持ち歩いてはいただきたいんですけども、うん、まあ、便利なものはたくさんあるので、はい、せっかくだったら計画もね楽しくやっていただけたらと思います。はい、今日の動画を見て、はい、山の地図ダウンロードしまくっちゃうぞっていう人はグッドボタン、これからも夫婦の動画を応援していただける方はチャンネル登録お願いします。バイバーイ。